どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は対戦でよく見るアタッカー参戦やっていきたいと思います。対戦毎日1時間ぐらいやってるんですけども、その中でもよく見るモンスターを3体紹介したいと思います。それでは、行きましょう。それでは、最近対戦でよく見るモンスター参戦1体目はコアトルですね。最近特に増えた気がします。特性が強いんですよね。爆発のコツと爆発ブレイク台、ギャンブルボディ。S サイズでこれを持ってるんですけども、S サイズはそんな見ません。ほぼ L サイズです。L サイズになると2、3回行動プラススライムキラー、根に持つタイプ。これを持ってるんですよ。アタッカーでめちゃくちゃ強いのに根に持つタイプを持ってる。これがやばいんですよね。で、コアトルと一緒によく出やすいのがユニコーン。あいつが来ると生き返ってくるし、めちゃくちゃやりにくいですね。で、ギャンブルボディがやたらと発動する。ダメージがね、通らないんですよね。これと当たった時は本当にね、苦戦するっていうか、勝ったことがね、1回ぐらいしかない。ナイトウォーカーで、山彦込みで5回発動した時に、やっと勝ったっていう、そういう感じですね。コアトル、マジで強いですし、最近多い。続いて、対戦でよく見るモンスター参戦。2体目、ハデスナイトですね。ハデスナイトも、ここ3日ぐらいで、急に増えた感じがします。結構当たるね。ハデスナイトは S サイズが多いです。S サイズなのに、1、2回行動がある。これがね、強いんですよね。で、さらに闇ブレイク大。これで撃ってくる暗黒山。とてもダメージが高い。やっぱり暗黒耐性っていうのを持ってるモンスターが少ないのかな?やたらダメージが通るんですよね。で、結構2回行動してくるので、本当にね、嫌なアタッカーです。S サイズなのに、もうほんとね、L サイズぐらいの働きをしてくれますもんね。こいつは嫌だ。それでは、最後の1体に行く前に番外編です。今日の番外編は、最近見なくなったモンスターです。昔見てたけども、最近めっきり見ないなーっていうモンスター。まず1体目、これ。キラーマジンガ。見ませんねー。前はね、何回か当たってたんですけども、最近本当に見ない。まあまあまあ、特性微妙ですからね。いきなり魔法カンタとバイキルとスカラ。L サイズになると1、2回行動するんですけども、S サイズで使うとなるとちょっと微妙。それならば、キラーマシン2の方がいいもんね。S サイズで1、2回行動するし、電撃ブレイク台、メタルキラーがついてるので、こっちの方が対戦では断然強いと思います。これは、たまに見るんですよ。今でも対戦で出てくるので、キラーマシン2の方が断然使われてますね。そして最近見なくなったモンスター。これ、ゾーマですね。見なくなった。すごい強いんですけども、L サイズでね、2回確実に行動するし、氷結ブレイク台と氷結のコツ、これも持ってて、すごくいいんだけども、まあ、私も使わなくなりました。なんでだろうね。なんか使わなくなったんですよね。で、対戦でも見ない。おそらく、リーズレットで十分だなって思われてると思います。まあ、確かにそうだもんね。氷結ブレイク台と氷結のコツを S サイズで持ってて、めちゃくちゃ火力出るので、リーズレットでいいですもんね。それでは、最近よく見るアタッカー、最後の1体、先ほども話に出ました、リーズレットですね。前はね、ゾーマとリーズレットと、あとナイトウォーカー?まあまあ、うまいこと出てたんですけども、リーズレットばっかりになった気がします。やっぱり、S サイズでいいっていうのがいいですよね。ナイトウォーカーと、ゾーマは L サイズじゃないとちょっと使いにくいんですけども、リーズレットは L でも S でもいいっていうことで、よく登場します。やっぱり S サイズで氷結のコツと氷結ブレイク台、で、悪魔キラーがたまに刺さるっていうので、使いやすいんですよね。そして、定番すぎて参戦には入れてないんですけども、もう殿堂入りでいいと思います。光の番人、とにかく多いです。
はい、ということで今日は最近よく見るアタッカー参戦やってみました。ここ4日ぐらいでよく当たる3人を選んでみましたけども、皆さんはどうでしょうか。おそらくね、今後も変わってくると思いますけども、また動画を出していきますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。